滝山東照宮は愛知県岡崎市滝町にある神社。日光、久能山と並ぶ日本三大東照宮の一つとされることがある。江戸時代に滝山寺の境内に創建されたため、滝山寺に隣接している。昭法元年、徳川家光は徳川家康が生まれた岡崎城の近くにも東照宮を見受けしたいと考え、坂井忠勝。 松平正擦奈良に命じてその場所の選定を行わせた。古籍であり家康もよく訪れていた滝山寺に見受け、するのが良いということになり、商法3年9月17日に創建された。創建以来、滝山寺が別当職を兼務してきたが、1873年の神仏分離により、滝山寺の運営から独立して、独自の神官が選任され、 無格者に列せられた。1917年、付近の白山社、日吉社を行使して、社名を、常磐神社と改め、尊社に昇格した。1924年にはさらに稲荷社、若市長寺社、後神社、神明社を行使した。1953年11月、本殿他が、国の重要文化財に指定された。百五十四年八月十七日、 社名をかつての滝山東照宮に戻した。1969年より社殿の復元、大修理が行われ、1971年に完工した。日吉三農社本殿滝山寺本堂の北側に日吉三農社本殿がある。七軒舎流れ作り、三河原武器。1608年に徳川家康が建てたと伝えられる。 内陣の作りが7軒舎以上の流れ作りに見られる連結方式ではなく、三社を横長い支出の内陣として奥に簡素な祭壇を設けている点を特徴とする。2006年12月21日、岡崎市指定文化財に指定された。老朽化で雨漏りし、腐食も進んでいたことから2019年4月に修復工事が着工。2021年3月、 薄い板を重ねた、コケラぶき屋根の本殿が完成。同年5月2日、春工式が開催され、宮田良平元文化庁長官が出席した。ありがとうございます。